RA k i E2RA k i e 2 b i t f e には第一次世界大戦中のイギリスの推進式複座複用戦闘機である。ジェフリー・デ・ハビランドが設計した推進式航空機で、後に彼が設計するエアコー DH2 とともにイギリス陸軍航空隊が1915年後半に機銃動調装置を装備したドイツ軍のいわゆる フォッカーの懲罰への対抗手段を与えた機体である。型番の FE2 とは、ファルマンエクスペリメンタル2の略で、同じく推進式の航空機を製作していた、ファルマン兄弟の機体を半にとっていた。1916年6月18日、撃墜王、マックス・インメールマンを撃墜し、1917年7月6日、レッドバロンことマンフレート・ホンリヒト・ホーフェンを負傷させた。 期待でもある。原型となった FE2A は第一次世界大戦前の1913年8月に完成していたが、搭載されたグリーン発動機が出力不足であったため、ほとんど製作されなかった。その後、発動機をビアドモアに換装し、FE2 b となった。飛行性能はフォッカー・アインデッカーシリーズに対しては優位であったが、 後に登場するドイツ軍新機には劣水であり、1916年後半になると徐々に昼間戦闘任務からは退き、夜間戦闘や爆撃へと任務をシフトして行った。機体は前席に偵察員。鉱石へパイロットを配した縦列複座式のコクピットを機種に置き、後部胴体に発動機を備えて4枚プロペラを回し、プロペラ回転面を避けて主翼から伸びた4本の細い。 ブームで尾翼を支える構造。席の前に偵察員が操作する旋回式のルイス機銃があり、後方銃は偵察員が後髪型を射撃することや、逆に偵察員の頭越しにパイロットが前方射撃することも可能である。それぞれのルイス機銃は連装式に装備される場合もある。また、主翼下の爆弾下に合計235キロまでの爆弾を、 搭載可能で爆撃機としても運用可能だった。夜間戦闘機型の一部には、機銃に変えて偵察員席に1.59インチビッカース9回、ガン、マーク21門を搭載した機体もある。改良型の FE2C は、ェッペリン飛行船攻撃用に、ルイス機銃のほかサーチライトと QF1 ポンド砲を搭載する、試作夜間戦闘機型だが、生産数は少ない。 パイロットと偵察隕石を前後入れ替えているのが特徴である。1917年登場の最終生産型 FE2D はより強力な250馬力のイーグル発動機を搭載しており、速度的な向上はわずかだが、上昇性能と搭載能力が改善されている。しかし、すでに FE2D 程度の性能では昼間戦闘には耐えられず、 もっぱら夜間戦闘と爆撃任務に回された。旧式化したものの、結局 FE2 シリーズは終戦まで運用が続けられた。FE2D の偵察員が操縦指摘前の旋回式ルイス機銃を後、髪型へ向けて操作する図。安全体等は皆無で危険な行為を余儀なくされるのがわかる。前席には偵察員用のルイス機銃が確認できるが、本機は他に、 パイロット用ルイス基準を持つ変則的な単装基準3丁装備機である。出典、航空機名艦第一次大戦、大戦艦編。諸元性能武装航空機名艦第一次大戦、大戦艦編。公営艦。ISBN4 から 877197214. ありがとうございます。